はい、えー、即価塾の久保です。まあ、FX の相場解説、まあ、総括を簡単にさせていただきますけども、金曜日の朝の時点でですね、二つの、おー、まあ、ポジション、ポジションですね、エントリーポイントを設けましたよね。えっと、109円の615を超えて上昇するようなら倍に入るよと。そして、109円の、まああ、150は下回ったら、 あセルの方に行くよっていう形だったんですけども、えっ、ー、と、結果としては、ね、バイの方に向かいましたんで、109円の615を超えた段階でエントリーして、えー、利格をさせてもらいましたね。本来でしたら、もっともっとね、あのー、30ピップス40ピップス取れるところまで置いたかったんですけども、えー、ご覧のようにですね、 え、ヒゲを出して戻ったんですけども、一応109円のね、785という、なんかよくわけのわかんないところに赤い線が <laughs> 引けていたんで、思い出せないんですけども、なんか意味あったんだろうなと思って、ここで決済してですね、えー、おかげさまで15ピップスほど取れたかなというところでございます。えー、ポイントは109円の615を超えたら倍に入るよっていうふうに、まあ、皆さんにもお話ししたように決めていたことです、エントリーポイントはね。 で、もしかしたらこのレンジを、中央も与えでも変わらないのかなと思ったんですけども、まあ、おかげさまでたまたまね、あのー、溶線がバンバンバンと出て、下髭もしっかり出ていましたんで、えー、最終的には上髭を出して戻っていって、今、あの、上下髭をね、出した十字の陽線にはなっているんですけども、まあ、現在ね、109-682ですか。<ー>ですんで、まあ、少なくともね、えー、まあ、勝ってはいる。 方ばかりじゃないかなと思います。前回のレンジを引いた時の二つのエントリーポイント、こういうふうな形で始めると、まあリスクは少ないんじゃないかなと思いますよね。うん。まあちょっと苦戦しましたけども、最終的にはちょっとね、出口が見えたよということで、だんだん勘が戻ってきたなってことですよね。まあそうこうしているうちに6月ももう半分終わっちゃいましたんで、悠長なことは言ってられないんですけどもね。うん。まあでも本当お2週間、ちょっときつかったですね。なかなか。うん。まあでも、 うん、なんか今月もね、なんとかプラスにはなっていますが、ちょっと危ないですね。6月から7月8月と、うん。なんかバスッと気持ちのいいトレンドがこの辺で発生しないですかね。<laughs> トレンドかと思ったら反転しちゃうんで、ロスカット食らっちゃったりとかね。なんかこう消極的になっていきそうですけども、気持ちを奮い立たせる意味でも今回のね、あの、2つのエントリーポイントが倍の方でうまくいったってのをちょっとね、 取り戻すための自信にしながら来週に向かっていこうかと思いますどうもありがとうございましたちょっと普段と違うアカウントからお届けしてますけどもご容赦ください